サンフラワーサンフラワー、薩摩サンフラワー薩摩は、フェリーサンフラワーが運行するフェリー。本項目では、2018年5月15日就航の3代目を取り扱う。サンフラワー薩摩の大船として、ジャパンマリンユナイテッド、横浜事業所磯子工場で建造され、2018年5月15日に就航した。2015年11月16日に、 大阪渋士航路の使用船舶2隻の代替と新造船の概要が発表された。その後、2017年1月31日、船名は、先代のサンフラワー薩摩、サンフラワー霧島をそれぞれ化粧することが発表された。薩摩と霧島は南九州を代表する地域名で南九州へのカジュアルクルーズを容易にイメージしやすいこと。 前船が約24年間にわたって活躍しており、その名が親しまれていることなどが理由とされた。線形は前線よりやや大型化しており、車両積載能力がトラック積載台数で16%増強された。先行して同工場で建造された、昇船三井フェリーのサンフラワーフラのサンフラワー札幌と同様に、高効率ハイブリッド CRP 推進システムを、 搭載しており、二重反転プロペラによる高効率推進、式駆動、推進電動機駆動の二つの駆動方式を使用することで、巡航時の推進効率と出入工時の操船性能の両立を図っている。また、CRP 推進システム、各種所 NF 化物の導入、最適線形の開発などにより、大型化と優れた環境性能を両立した設計となっている。 船内のコンセプトは、初めての経験ワクワクドキドキサンフラワーのカジュアルクルーズ。デザインはやクルーズ客船、日本岸の海藻やサンフラワーゴールド型などを手掛けたフラックスデザインの渡辺智之によるもので1500年前の7歳の男子、隼やを主人公としたコンセプチュアルストーリーを設定し、カジュアルクルーズを主眼とした船として船旅を楽しむことを主眼に。 船室の個室化と設備の充実化、パブリックスペースの拡大が図られた。また、船内 Wi-Fi、SSQ で、船内案内、観光情報、映像コンテンツ等を配信し、乗客手持ちのスマートフォンやタブレット端末で閲覧可能となっている。このほか鹿児島をイメージしたデスティネーションデザインとして、上下線口のエスカレーターに三国名図杖に描かれた小川の滝。 ルリカケス島の鹿児島に生息する動物をモチーフとしたアート、客室前廊下に、鹿児島県大隅地域のグラフィックや写真コラージュとカーペットに南の国の森のイメージで鹿児島県の県木であるコウズのデザイン等があしらわれた。全船と比較して個室が2割増となり、新たに専用バルコニーを有するスイートが設けられた他、全室にシャワー、 洗面台、トイレが完備された。寝台は階段式となり、TV が装備された。バリアフリー対応客室、ベッド対応客室も拡充されたなお発表当初、スーペリアは、スタンダード、プライベートシングルは、プレミアムツーリストベッド、または、プライベートキャビン、プライベートベッドは、ツーリストシングルと呼称されていた。また、個室志向の高まりを反映し、欧米屋である。 ツーリスト客室の廃止も検討されていたが、合宿需要を見込んで存続される形となっている。デザインコンセプトは、ラグジュアリーモダンで、和風になりすぎず、モダンなデザインを取り入れつつ、鹿児島を匂わせる形としている。スイートルームは、ラグジュアリー客船のスイートルームの基準に合わせた32平米と、し、デラックスは室は、ジャパニーズモダンのデザインとし、 丸窓の中に障子を囲うなどのデザインを施した。パブリックスペースは前船の2.5倍に拡張。レストランも面積は1.5倍、席数2割増となるほか、通常のバイキング営業の他テイクアウト用に単品メニュー販売も行われる。大浴場は1.7倍に拡張され、24時間利用可能なシャワールームが設けられる。また、 トラックドライバー専用の大浴場が別に設けられる。エントランスの天井では、日本のフェリーで初の常設によるプロジェクションマッピング映像も上映され、鹿児島への旅の始まりをイメージした、セールアウェイ、鹿児島の自然を表した四季、船旅を楽しむイメージのアンダー雑誌、宇宙の旅の4コンテンツが用意されている。ありがとうございます。